リッチ、後輩エンバペくんを優しく論破。ルカ・モドリッチのコメント、エムバペがユーロはワールドカップより難しいと言ったことについて、私は比較するのが好きではありません。ユーロには最高のチームが揃っていますが、ワールドカップにも素晴らしいチームがいます。比較するのは好きではないのでわかりませんが、私にとってはワールドカップの方が難しいですね。なぜなら、世界中からもっと多くのチームが参加するからです。エムバペの言いたいことは理解できますが、これが私の意見です。モドリッチはフットボールを知っている。少なくともムバッペやテバスよりもね。クロアチアは前回のワールドカップ決勝と準決勝に進出したけど、ユーロ決勝まではいけなかったけどね。誰が素人のあなたの言うことに影響を受けるのでしょうか？モドリッチはレアルマドリードの伝説的な選手です。その理論だとムバッペはアフリカネーションズカップで優勝できていないので、AFCON がワールドカップより上になる。なお、これについては先日メッシもワールドカップはユーロより上と発言していた。モドリッチとメッシがムバッペを料理している。しかしエンバペはあの発言一つで数多くの偉人を敵に回してしまった。彼はフランスという強豪国に生まれ、19歳でワールドカップを制覇してしまったので勘違いしてしまうのも無理はない。メッシとモドリッチに教育してもらえるとはなんて幸せな亀なんだ。ムバッペはおそらく何も考えていない。